そうそう、くんちゃん乗って。くんた、くんた、乗って。よし、乗って。よし。やっぱ胸の辺の毛も抜けてきちゃって、ね、ちょっと地肌が見えてきてる。ほら、うん、でもくんちゃんいいじゃん。すごいな。やっぱ目やりの跡がすごい、目やりの跡がすごくなってきちゃってる。ねえくんちゃん、皮膚はね、そういうところとかね、すごい顔になってるよくんちゃん。どうしよう、虐待だと思われてた。でも結構気持ちよさそうな顔してる。にゅ、ね、やだね、人の顔で遊ぶなんて。くんちゃんくつろいでるね、いい感じだね。すごい、顎に体重乗っかってきてる。手に体重、ここがね、かゆいんだよね、だいたいね、喜んでる、喜んでる、うん、いい感じ。重い。ちょっと座れ、待って。猫だね、猫だね。できる芝です。顔してるね、余裕、余裕みたいな。待って、よ、降りないよ。で、シャンプーだって。シャンプーね、下洗いをして、ちょっと油とかも、洗うのが一番いいね。くんちゃん、いいね、気持ちいいね、くんちゃん。暑いよ、これは暑くない。マークを見たくない。やっぱまだ太りすぎ。なんかその幼児を洗っているみたい。幼児。どうですか、鼻にも耳にも入らないこの技を。いいね、くるちゃん。くるちゃんどうなの。気持ちいいんだね。髪の毛みたいに。みんな見てください。気持ちいいんだね。取られてる。くんちゃん撮ってるよ。シーンを撮られてる。復活したなんて。配信されちゃうんだ。配信されちゃうんだ。であれしてた方がいいかもね。それって人間用のでも、うん、漢方薬は 100% の方がいい。なんかほら去勢してあるとさ、うん、クッシングとかさ、強い薬、うん、あれしちゃうと、そうするとやっぱり皮膚とか、うん、それすごく重いね、うん、まあ、ドラッグストアに売ってるそのまま買ってきて、ね、ネットの方がいい。あ、ネット本当に高いドラッグストア、何もなく高い。へえ、後で教えてね、教えてください。うん、最後顔だからね、まだだったよね、まだだよね。しつこいほど私シャンプーするからさ。うん、お願いします。
ね、ルーちゃんなんか野良犬みたいになっちゃった目に当たるってなんてこと言うか文句言ってやれなんだとどこの子か分からなくなっちゃったねクリスちゃんねひどいこと思うんじゃないでも気持ちいいんだね一だったらギャギャ言うてるね一だったらギャギャ言うでも、ものすごい声出すからね虐待動画みたいになっちゃって何もしてないねえ疲れてきちゃう眠くなっちゃったね猫を叩きがいがある幼児でしょいいね、くんちゃん。シャンプーはって思ってる顔の周りに臭いシャンプーね。ちょっとね、ちょっとつけようとしたそうね。うん。長いねえ。くんたはこんなに落ち着いているのに。もうくんたね眠くなっちゃってるね。そう。眠いんだね。眠い。だんだんのねえ。ハハハハ。てかもうどこの子かわからないねえそうだよねすごいすごいこんなになったっけなんかさ顔がするようになったねねえねえ前と違いますよねこんな顔になったっけ前なんかそれ前よりさ目の周りがさカイカイになってたからかな前の方がまだね私はだから花粉のあれが強いのかもしれない顔が小さくなったねえ、本当ないよね小顔効果があるのかな、こうやってやってくれ深森くんちゃんよしよしなんかくんちゃん、自然な感じで普通だね、こんな感じでいいんだね。ね笑ってるよ、ほら。どうするよ。顔見て笑ってるよ、お母さん。お尻にばっかり風が当たっちゃってるけど。なんかこんなおじさんいるね。もうちょっと、もうちょっとこうだね。いるよね、こういう人。うん、いる。こういう人って。いるいる。なんかね。どこで見たんだろう。ラーメン屋かな。どこなんだろう。いるよね。たまに時代劇にも出てきて。時代劇。くんちゃん電池切れになっちゃうよ。あ、それ
仕上がり気にさえなければね、あれでもさえなければね、すっきりしてるんだけど、気分的にもさ、すごいよ本当に。くんちゃん2メートル離れてくださいって書いてあるよ。2メートル、これじゃ見える人、なんかさ、で首の周りの毛がさ復活してきたからさ、お風呂入って埋まっちゃうね首に。すごいくんちゃん、それ位置に見せて歩くんだね。俺に近づくなんて。降りちゃダメよ。ね、降りるかい、うん、すごいよ。ピカピカの中ね。すごいからさ、だんだん。